こんばんは、アメアトンです。さて、今回はインヒビターの開始をしようかと思うんですが、残りがですね、GRE の研究所系なんだよね。まあ、こことか、3箇所ぐらい残ってるんだけど、アクティビティ。あとこれか、このダウンタウンサグ。研究所系が3つとダウンタウンサグ、これをやろうかと思います。で、ダウンタウンサグがここだよね。で、ここにもインヒビターあるんだね。2つあるっぽいっていうのと、あとここのですね、ナイトランナーの隠れ家が解放できてないんだね、これ。どうやって行くんだろうね。で、まあ、それをやるんで、今回まずこのダウンタウンサグに行こうかと思うんですが、その前にですね、動画外でちょっと頑張ってですね、アイテム集めをしてきまして、で、なんだっけ、討伐の証？結構集めた。討伐の証がね、あんこも196個ある。だからまずこれで、武器パーツの改造のやつ、あれを強化しよう。で、めちゃくちゃ強い武器を作って、サクサククリアしようぜ。お金も結構貯めたんだけど、まだ弓矢は買えないっぽいです。弓矢が売ってるかな？売ってねえか。でも4万いってんな。はい、まず武器だよね。結局、これは買います。羽。羽まで買いたい。羽ねえわ。いいか。で、あ、まずこれか。そのフラッシュライトこれ。でもあと2回上げれんのかな？あと1回で多分、最大だと思う。もうこれ上げます。上げた。あ、別次元に消えたから多分最大レベルだ。で、あと、武器モッドだよね。これの、なんだっけ。塚のやつ。これの、威力上げるやつをまず、討伐流し5個使う。まあ、これ上げて、もう一回。あ、もう一回、10つか、もう一回行こう。15と、レアが6、もう一回行こう。ここの商品はいいもんだって分かったろ。あ、耐久力コストが、そうなんだ。あ、違う、入れ替わったのか、入れ替わったのか、びっくりした。威力アップに耐久力低下がついたのかと思った。入れ替わって、討伐流し15個か、あとこっちのフレームとかも上げたいんだよね。フレームが、これ基本ダメージとかもどうも上がってくっぽいんで、フレーム上げます。オキドキだ。フレーム、基本ダメージ分の差し場だって、これも10個使う上げます。15個使う上げます。昔から信頼されてる品だ。基本ダメージボーナス、これも、ここがいいのかな？この、基本ダメージボーナスが上がるのが多分キリがいい気がする。ここも上げます。これ見てくれよ。クリティカル率、5回に1回炎が出るってことだ。これも上げてえな。上げます。ダメージボーナス16美味しいけど、こっちしようか。インフェルノ。属性ダメージ持続時間が伸びる。このチャージ時間が短くなるといいんだけど、今2分だね。クールダウンが120秒だから2分に1回。上げる。ああ、90秒になる。90秒に1回使えるようになる。15個。うわぁ、200個近くあったアンコモが残り66個だ。あげる。すげえいいもんだよ。ほんといいもんだよね。レベルが、8と7になった。で、あと、これが、1個あげるとダメージ上がる。あげます。レアが足んなくなった。そう、レアが、なんだっけ、コルクだっけ？あれを使った修理に使うから、まあでも、8個残ったら十分か。こっち行けちゃうけど、これあげちゃうとその、修理できなくなっちゃうのまずいか。こんなもんかな。あ、これもあげれるけど、こんなもんかな。あんこも集め直しだね。よし、で、武器もですね、かなりですね、倒しまして、一番強い武器が、これ改造してる。改造してない状態で一番強いのが迷彩の斧なんだけど、まあ、4違うだけなんで、このペーパーカッターを今回メインの武装にしたいと思うんで、これを、フレイム。インフェルノ。530いった。で、ツカモットにエンパワーメント。よし !563。これが、お、今使ってる迷彩の斧より強いわ。だから迷彩の斧外しちゃっていいかな。これでいいのか。2開けててもいいかな。2がいいか。ペーパーカッターを2に入れとく。これがメイン武装。他は、
まあ、特に使うのが弓とグーンスマッシャー。グーンスマッシャー使い切りなので、あとどのくらいだろうな。道具と改造 OK ね。で、10時間に1回の。グーンスマッシャー、あとどのくらいだろう。まあ、グーンスマッシャーそんな、いやでももう、ペーパーカットの方が強えんじゃん。グーンスマッシャーより。これ1本でいいな。で、しかもこれ直せるから、いらねえか。いくら？あ、いくらつか、あと1時間ちょっとだ。で、あとなんかこれもらえるっぽいのもらえます。引き換え中。なんかオンラインイベントっていうのを自動でやってるっぽくて、結構こういうのがね、勝手にもらえるようになってる。で、今やってるイベントが、ブラッディ様イベントってやつで、なんかね、敵の部位破壊をすると、なんつったか、カッティングエッジって言ったかなっていう武器がもらえるらしいんだけど、実は290まで終わってるんだ。あと10体、10回部位破壊すると、カッティングエッジがもらえます。ので、ダウンタウンサグ行けば多分、クリアになるんじゃないか？行こうぜ。ここね。よし、では、ここ行ってこのインヒビターを奪おうじゃないか。奪うというか、まあ、他にもね、まだまだこの、あ、なんか今、変なアラート出てなかった？なんだろう。あ、これか。ファストトラベル使用できないだって。へえ、そんなの出んだね。まあ、こことかも取ってないし、他、まあ、その時に見つけよう。これはね、ファティンとトルガのあれ。これね。いきます。では、まず、なんだっけ。ダウンタウンサグ。ダウンタウンサグ。あっちね、行きます。さあ、相当強いので、武器がペーパーカッター。そうで、途中結構ね、そのボスグーンとか倒しまくっていろんなアイテム出たんですけど、なんかね、レジェンダリーがポンポン出たから、レジェンダリー出まくるのかと思ったら結構出なくて、アーティファクトばっかり出たのは。これ結構売っちゃったんだけど、アーティファクト。だこのバーバリアンとかね、この刀のレジェンダリーが出てほしかったね。まあ、グーン倒してもアーティファクトが出るっていうことで。あべ、ちょ、あぶいちょっと待って。いや。まあ、こいつね、こんな感じの。倒していく？アンコモンをゲットする方法として、まあ、これを、まあ、ここで、おびき出して、バイラルをね、まあ、一掃するみたいな、ことやってました。まあ、これでバイラル来るんだけど、で、特にグーンなんかはね、かなりもう攻略法が分かったので、まあ、ノーダメとは言わないけど、来てるね。おお、来た、来た、びっくり。これ今のペーパーカッターマジ強いんじゃないの？バンバン切れるんじゃない？なんか出た。今叩きつけたね。あれが勝手に出るときあるんだよね。まあ、これでかなりアンコモンが手に入ると思います。バイラルの動きが結構あれだよね。不規則というか。いいかな？まあ、こういう風に腕切ったりして、部位破壊すると、300体分やると、このカッティングエッジって武器かな？なんだろうね。まあ、響き的に武器だけどね。やばい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 。PT 見たくなってる。
大丈夫 ?PT みたいになってる。やばいやばい、PT みたいになってる。やばいやばい。その腕の形よ。あべ、あの足踏みがね、垂直ジャンプで避けれるっぽいのよ。で垂直この、あ、それはやばい。で、あの正面に叩きつけるやつは歩きで横に逃げれるので、これで避けれるので、裏回ると、違う違う、それはやばい、それはやばい。回転は多分、まあ、無敵時間あると思うんだけど、それもやばい。それはやばい。威力上がったね、武器の。素晴らしい。さあ、何かな？レジェンダリー。アンコモン？グーンでアンコモン？マジで？そう。まあ、いや、アンコモン集めてるからいいんだけどさ。お金になる。あ、取れねえのか。まあ、とりあえずバイラルのあれがね、いっぱい欲しいよ。バイラルが大体。これがアンコモン？アンコモンだね。はまったはまった。あとここだ、クリスタルあるんじゃない？こういうところないか。思ったよりアンコモンがないっぽいな。この包みを拾っていきましょう。で今の戦闘でペーパーカッター42使った。結構、ちょっとお前何しとんのよ。やばいでしょ。あ、達成した。アイテム保管所で報酬がゲット可能です。やばいのいたね。これはいいか、開けんのは。じゃあダウンタウン先行こう。包みだけ拾ってきます。ないね。じゃあ、行くよ。チャージも速くなってるからかなり楽になったじゃない。いらねえか、別に出さなくても。さあ、あとは盗賊団のとこですね。ダウンタウンサグ、あ、そこ掴めるんだ。あ、ここがそうじゃん。変なとこから入っちゃったよ。無理やり入っちゃったよ。まあいいか、周りから倒していこう。おお、来た。前上の方にインヒビターある。そう、ここ一回さ全員倒したのに、なんか占領したことになってなくて、今取んのかって感じだけどね。向こう側もできんのかな。敵少なそうだよね、なんか。あ、しかもこれ、レネゲイドじゃねえんだ、ここ。やばい、弱いぞ、これ、多分。あ、弱いぞ、ここ。すまん、弱いぞ、ここ、多分。やばい。やばい、弱い、ここ。申し訳ない。うわー、申し訳ないな。どこだ？あ、でもレネゲード見てんのはいるわ。全然食らわねえ。敵のこの硬さにも。あ、これボスなんじゃないの？その、なんか
うわ、ボス。まだいる？いた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 。エクスプロージョンだった。変えたつもりだったんだけどね、変わってなかった。やばい、来るか。バイラル、いや、バイラル来る分には全然あのアンコも欲しいので。安全区域を隔離する。終わってしまった。ダウンタウン作が終わってしまった。ハード、あ、お金欲しいもんね。来るかな。今バイラル来られると無防備です。これもいつかあげないとね、そのキーピックの設計図も。まあ、まず武器系だけどな、あげるべきはな。金目のものをくれ。レベル9の弓矢が欲しい。まだ俺8なんだよね、コンポジット棒。なんだ？ブランバーチョイス。6だね。いや。あ、チャージ早いね、やっぱ。90秒だっけ？体罰。明かり取れるのかな？医療キット？こんなもんかい？結構なんか弓矢とかが固まって置いてある場所とかあったりするから、矢は回収したいよね。ありそう、上とかに。本当はこういうところで戦闘するはずだったんだろうな。特に何もすることなく、登ることなく。ねえか。あれか、そのぐるぐる回すやつだ。これ上行く必要あるのか？ここって、こっちとは関係ないし、上に登る必要ある？特にだよね、これ。動いてる。切るってなってる。切るとなんかいいことあるのかな。まあまあいいか。降りよう。あ、あったんだ、それ。あとは、宝物庫はどこだ？宝物庫なんてあんのか？あとインヒビターだよ。インヒビターが、まあ、どの辺にあんのか。なんか声聞こえるような気がするんだけどな。インヒビター。35m。どこだ？そう、荒廃した町じゃなくて店？結構漁ったんだけど、その荒廃した店の中のカバンは開けると、いろんなものが結構入ってて、今までカバン開ける気ゼロだったんだけど、今ね、カバン開けたい病になってます。ボストンバッグ系の酸化剤とかすげえ入ってて、 UV バーの材料だよね。いくつ集まった？おお、嫌なやつ、嫌なタイプだ。 UV バーの酸化剤が42個。あ、結構集まったね。逆に塗料が足んないじゃん。塗料3個使う。あ、そうなんだ。 UV バーのやばいやつで塗料じゃん。そうかそうか、わかりました。これあかんって。ああ。ああ、あかん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 。怖い、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 怖い。連打系です。釘打ちコンボだ。あ、こんだけ？インヒビターどこだ？装備品。
装備品もね、コモンとかなんですよね。もう。え、こんだけ？あ、そう。インヒビター、上だな。薄ぐらいな。結構怖いな、なんか。回復物資。カバン。ああ、結構入ってんね。そう、なんかスクラップ50個とか入ってたりして、その、荒廃したお店のね、カバン開けると。なので、非常に、ありがたいって、うわぁ。こんなことやってんだ。この上、どうやってくんだ？上への道。どこからか。エレベーターの中を通っていくみたいな感じか。エレベーター、いや、開かないな。しかも多分それエレベーターじゃねえわ。火炎瓶、冷蔵庫、でっかい冷蔵庫だよね。しかもさ、シェアがすごい高いよね。どこ行ってもこれだもんね、冷蔵庫ね。どこのやつなの？松下かな？日本製じゃないだろうな。即席マチェット。上に行く方法。上に行く方法。これか？やべべ、ちゃう、怖っ。いやー、え、こっからなんかある？あ、そっち。おっと？上に、これか。外を通っていくしかないのかな？上に行く方法。危ない危ない。そうか。上には着いたが、あの中だ。こっちは？あれ？これでもさ、なんか、誰かに依頼されてやっぱ来たよね、ここまで。そう、その時に全滅させたのに占領したことにならなかったんだよ。なんつったっけ、なんかドレイクみたいな名前のやつを倒すためにここまで来た記憶があるわ。違かったっけな。ジョイントパイプ、ハーピー。後で売りましょう。バッグ。いいね。金目のものが入ってる。ゴミ箱。ゴミ箱にブレスレット。いや、美味しい。あとは。あ、フラッシュライトそういえば強化したじゃん。どういう感じだったんだろう。フラッシュライトの強化が、なんだろうね。次使ってみよう。終わり？ここは終わりだ。奥は、なし。あ、で、この中取ってこれたのか。あ、これか。なんだ？ここなんだ？ここなんだ？これ、多分そっちの、なんかで、ヒントを見つけたんだろうな、俺は。いやー、
ここだっけ、二進数。違う気がする。これはね、そういう、あ、これ？あ、違う。あったあったあった。あ、別のやつだ。全然違うやつだ。暗証番号。ん？どれだ？お？313？ これ使った記憶ないんだけど、これか？え、でも初期の頃だよね。313なんて俺、入力した記憶ないんだけど。313のわけないよな。313のわけない。いや、だから多分、改めて拾え、メモ拾ったけど、多分その、あ、これか、え、嘘、本当に？あ、合ってたわ。記憶にないと思ったら、合ってたわ。やっぱ改めて拾えねえのか。いや、俺てっきり、一回そのダンジョンとかから出ると、その、どこにあったメモだかを思い出すために改めてメモ拾えるのかなと思ったら、そんなことはないわ。で、ここもう一個あるんだよね、インヒビターが。インヒビターが、いや、結構遠いな。あ、このエリアじゃないな、それ。違うっぽいな。あ、それ扉のアイコンか。え、ちょっと待って、それ、違うっぽいから、あ、解放しなきゃダメか。一回、あれやんないと。その紐って、掴めるのこれ。違う。うわぁ、紐掴めないやつじゃーん。危ねえ。じゃあ、ぐるぐる回そうぜ。あれ？いるよ。やっぱいるよ。すまねえな。あ、申し訳ねえな。だから失敗だったのかね。結構広いもんね、ここ。ってことは、ぐるぐるは向こう側か。こっちじゃないのか。宝石美味しい。グルデン効果はいらない。いいね。薬とブレスレット。2個ずつ入ってた。4万円貯めてね。すごい弓矢を買うのだ。嘘でしょ。うわはは。あぶね。そっちか。カバンもある。なんかまたガシャンと落としたな。すごい、ここのカバンもいっぱい入ってんね、物が。上のカバンも取りてえな。おお、ブレスレット5個とか入ってる。やばいな。やつらのアジトすげえ美味しいわ。カバン、カバン、カバンちょうだい、カバン。よし、行くか。よし、で、これで、いいんだよね。他の宝物庫的な、あれ？
な、うん？俺これ開けなかったっけ？あれ？だって開けなかったっけ？復活した？まあ後で売るか。売ってもね、まあ5円とかだけどね。あれ俺ここパパパッと取って開けた曲あるんだけどな。よし、じゃあここを制圧します。自転車のパーツでも流用してんのかな。手漕ぎ式。わあ、急になんか怖い話してる。ここは道具屋とかあんのかな。ないか。で、お隣のそれを取り行きたい。ずいぶん低いとこにいんな俺。多分ウィンチあると思うんだけど、高いところにあるっぽいからな。あのどこだ、どこ、え、あの辺よくわからんけど上に行くしかない。あぶらぶらぶら、ちゃんと黄色い印がついてる。これが多分そのインヒビター取るためのあれなんだろうね。それ届くかな。いや、いけねえ。どうやるといいんだ。行きにくいなこれ。これでいけんのか。うおー、わかんねえ。あと34メートル。上からじゃないかもしれん。それは向こう行かないとダメ？違うな。高いぞ。え、こっから？違うルートな気がするが。上に行ける？たどり着けそうではある。うわー、落ちちゃったー。うわー、どうやっていくんだろう。今のでよかったのかな。もっと高いところからじゃないとダメ？そっちがいい？いやー、まあ重要だよね、インヒビター。怖っ、下がっちゃってる。上いける？いける。開いてんの？あぶらぶらぶら。こんなことしないといけねえのか、あれ。オッケー、行くぞ。うわー、怖っ、怖っ。なんか違くねえか？なんか違くねえか？あ、違うな、これ。上に、いやー。これ掴めんだっけ？これ掴めるんだよね、確かね。
掴めない、掴めない。のどここれ。ちょっと待って。向こうよね、行きたいのは。これ。上からジャンプが安全なのだが。これ上、無理やり行けないこれ。とりあえず上行こう。さあ、無理やり。さあ、無理やり。こっから、あ、で、ナイトランナーの隠れ家が向こうなんだ。すごそうだぞ、これ。これ、また登ってくんだ、周りを。うわぁ、まずカッティングエッジ行こうな、取りにな。あ、で、これがあったんだ。通底1個。1個取っただけ。で、それどこあれ。52メートル。行きます。あ、それがあるわ。嘘だろ？ちょっと目測を見誤る。降りていくのかな？あ、なんか。俺が死んだら灰になるまで焼いて路上に撒いてほしい。普通の人だ。家族と一緒に。特殊なイベントではない。どうやって行くのあれ。うわ、どう、これ降りてくの。くしゃみが出そうだ。マジかよ。そっちの足元にもあるね。この高さいける？うわー、これダウンタウンサーグのとこかな。もう一回、もう一回チャレンジ。あれはナイトランナーでしょ。いや普通にあの外側にあるっぽいね、あの箱が。だから無理やりあそこにパラグライダーでたどり着ければいいんだ。それは分かった。上に行く、そこ行けんの。下から登っていく系じゃなさそう。中から行ける？え、それは？こんな、いや、さっきここちょっと通った記憶あるし、黄色いからここ来たけど、上か、ちょっとそのアイコンの位置がな、なんか前に、前にあるように見えるから、ここじゃないな。さすがにこれは違うわ。あと20メートル上にある。狭いですね。圧迫感がやばいね。あれぐらいの高さだったら大丈夫なんだけどね。もうちょっと高かったね、さっきのはな。やっぱ上行かないとダメだ。どっから上に行くのがいいのか。エスカレーター、エレベーターの中みてえのが一番楽なんだけどな。そこから行く感じ？通ったな、さっきな、これな。結局ここなの？あの辺にあるわけだから。いやー、いけるか？
行くぞ。ほっ。んー、でもちょっと。こんなところ。普通の箱やん。あった。ゲット。よし、じゃあ一旦、ハーパーというか、その、戻って、勝手にエッジもらおうぜ。あ、そこか。そこどうする？どこだ、その、アイテム保管所があんの。そこか。カッティングエッジ見てみたい。さあ、あ、これだ。斧、これを作ったやつはよほどの理由があったに違いない。この武器はチャージすると出血効果を与える。これ一回だけだって。もらってみようか。もらった。アイテム保管所に入りました。あ、でも10時間ごとにもらえるわ。また両手剣なのこれ。斧にしか見えないけど。カッティングエッジ、これだ。554。ペーパーカッターの方が強えな。これいる？あ、でもなんか貯めると、チャージするとだな。まあ一応もらうか。はい、ちょっとあの、物が多いので、いくらか捨てたいわ。捨てたいっつか売りてえわ。道具屋さんどこかな？入れとく？インベントリに。空いてるから。カッティングエッジ。オッケー。で、あれの上か。どっから行くんだろうね。とりあえず行ってみる？重そうだな、それ。ペーパーカッターにしときます。あ、やろうぜ、やつらをやろうぜ。エクスプロージョン。あ、しかもここウィンチで来れるじゃんっていう。あれを開けるのだ。撃ちまくりじゃ。倒した。いいよ。あとはバイラーが来るの待ってます。一方通行、それもらうか。ここもある。羽も結構集まったんだけど、まあ弓今のようにガンガン使うからな。ちゃんとゲットしよう。バイラルの声か、これ。アイテム多すぎて持てないっぽい。捨てよう。6のはね、全部ここにあったのが、これはさっき拾えなかったから多分インベントリがいっぱいなんだろうね。よし、終わったかな。いる？いない。さあ、これが、ちょっと嫌な予感すんな、俺な。埋まってんのな。ちょっと嫌な予感すんな、俺な。開けたのに、みたいな。ことになりそうな予感が。なんだ、夜が来るぞ、つって。ホイッスルすげえな。あれでバイラル来ない？この辺です。さあ、
レジェンダリーの武器か、防具か。見えない。頼むよ、ちょっと待って。電池と、あともう一個多分あると思うんだけど、マジ、ちょっとそりゃねえぜ。これはねえ。ダメだな、これ。ちょっと、マジか。武器、な、刀の柄っぽいんだけど、それ。うわー、ダメだ。悲しいな。そこの青いの見えてん、水色見えてんだけど、ダメです。で、この上ね。ナイトランナーの。なんか、足場が見えたよね。これか。あ、なんかちょっとでも登った記憶あるけどな。しかも夜行くのかいみたいなね。あれ、ちょ、いや、行ったよな、俺、これ上まで。いや、だから、ナイトランナーの、あれって多分解放済みなんじゃないか？またなんかあの、ちょっとしたバグみたいなやつで、グレーになってる？おぉ。危ない。いや、やった気がすんなぁ。中？いや、外からでいいと思う。やった時は多分昼間だったから。ですよね。うん、なんか覚えてるわ。ってことはやっぱやったって、やったよ。おう、なんか見覚えあるしな。いやでもこんな高いところにゾンビ絶対登ってこれないから、安全なねぐらなんだろうねこれ。まあボラタイルは来そうだけどな。そこ？こっから上？言ったと思うよ、俺は。あるね。ロッカーは結構酸化剤とかが、銅線、ボロ切れ。いやー、塗料がやばいのか。いや、今ね、塗料を塗料ぜって言おうと思ったんだけど、さすがに言わない方がいいと思った。言っちゃった後だけど。屋上へ、屋上。まだか。塗料欲しいな。動線。ノーマルかい。夜なんだよね。まあでもさすがにもう、免疫がもう、15分とかになってるから。いやー、エイデンも成長したもんだね。初期の頃はもう、ビクビクしながら、探索してたのに。武器も強くなったし。いいよ。こっから来て、こっち？わお。いや、マジこれ、言ったよな、俺。いや、ちょっと待って。グレー。
グレーつか白。もうそろそろだわ。わお。ちょっと今一瞬ずれたね。危なかった。高っ。逆？ふおお。恐ろしい。落ち。うーわーマジか。どっち？登ってきたのか今のところから。やっちまったな。ショートカットできそうなんだけどね、正直フックがあれば。ここでミスった。ここまで来たっけ。ここで落ちたんだっけ。ここで落ちたのか。ブレスレット塗料が欲しい。ハードだと。いや、もはや装備品より塗料の方が嬉しいんだが。暗っ。あと9分。いやー、宝石、ブレスレット、腕時計か。そのハンマーは特にいらねえ。やっとか。いや、電気ついてるもんね。いや、来たってなぜに白なんだろうか。なわけで来たとこだったわ、やっぱり。